夜の闇が満天の星の光を照らすとき、疲れた体をソファーに委ね、グラスを傾けながら、お休み前に素敵な音楽で心を癒していただければと思います。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？霞のミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしています、霞です。2月7日水曜日午後10時を回りました。霞のミュージックストリーム、今夜は106回目の放送です。 FM 湘南ナパサをお聞きの皆様、こんばんは。パーソナリティの霞です。今日もお疲れ様でした。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますね。先日2月3日は節分でしたね。豆まきされましたか？私も母と一緒に豆まきしました。鬼は外、福は口と。で、いつもここ数年は大阪の大雲寺さんから、お寺のご住職から福豆をね、送ってきていただけてるんです。で、その福豆を任せていただくんですが、バラバラのお豆さんね、最近はこう小袋になってて、こう巻いてもすぐ回収できやすいお豆さんが売ってるんですけれども、それはバラバラなので、ラップで何粒ずつかくるんで、でそれを任せていただいて、後でこう回収してね。で、次の日には炊き込みご飯、大豆とお塩とお酒を入れて炊き込みご飯を作っていただきました。すっごく美味しいんです。ちょっとお豆がふわっとして、ぜひこれやってみてください。おすすめです。では本日の1曲目に参りたいと思います。本日のおすすめ曲は That's What Friends Are For。 これは4人の方が一緒に歌っていらっしゃいます。ディオン・ノ・ワービック、スティービー・ワンダー、エルトン・ジョン、グラディス・ナイト。ではお聴きください。 That's What Friends Are For。 And I never thought I'd feelAnd as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can.Smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friendsWell, you came
That's what friends are for でした。後半の方に出てくるエルトン・ジョンさんの声がかすみはとても好きです。そしてスティービー・ワンダーさんのハーモニカ大好きです。では本日のお題、冬のマストアイテム、お庭番さんからいただきました。お庭番さん、今週もありがとうございます。冬はね、下は桃引きかタイツ、上はエアリズムの肌着の上に直にフリーズを着ます。これ暖かいですよ。機能性下着とフリースは汗がすぐ乾くから冷たくならないですよ。体を冷やすのは万病の元だから気をつけましょうということです。おにわばんさん、ありがとうございます。直接直にフリースですか。なんかフリースって汗がこう吸収しないから、ピチョピチョになるのかと思ったら逆なんですね。すぐ乾くんですね。では直にフリースを着てみたいと思います。ありがとうございました。そして銀ちゃんからです。銀ちゃん、毎週お聞きくださりありがとうございます。冬のマストアイテムはユニクロのヒートテックでしょう。見えないところだけどねっていうことです。なんかユニクロのヒートテックって毎年毎年リニューアルしてて、どん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 あったかくなってる気がするんですけど、あ、でも私アイドルなんでヒートテックなんて着ません。銀ちゃん、ありがとうございました。そして金山雄三ちゃんからです。雄三ちゃん、ありがとうございます。僕の冬の必需品は頭と耳と首を冷やさないもの、耳掛け、帽子、ネックウォーマーです。頭はまだ良いのですが、耳と首が冷えるとすぐに風邪をひく私ですということです。まあね、ゆうぞうちゃんは体脂肪が少なそうですよね。とてもスリムでいらっしゃるし、でももう少しお太りになってもよろしいんじゃないでしょうかね。体力はとてもありそうな感じなんですけれども、なんていうの、スポーツマンってすぐ風邪ひくって言うじゃないですか。なのでゆうぞうちゃん、たくさん食べてくださいね。ありがとうございました。そして浜松の富代ちゃんからです。富代ちゃん、いつもありがとうございます。おじさんは寒いから腹巻きと桃引きです、こんなイメージですっていうことで、志村けんさんの変なおじさんの写真をいただきました。しかもピンク色。富代ちゃん、ありがとうございます。そして秀樹大好き幸子ちゃんからです。幸子ちゃん、いつもありがとうございます。お病気大丈夫ですかね。ちょっと体調が悪いとお聞きして心配しておりますよ。そんな中お便りくださって本当にありがとうございます。かすみちゃん、こんばんは。ミュージックストリーム大好きです。キャー、嬉しい、ありがとう幸子ちゃん。私のマストアイテムはにゃんこです。寝るときはにゃんこの暖かさでよく眠れます。夏は暑いですがにゃんこは最高です。黒猫のジジは手放せないですね。かっこ笑い。まさににゃんこ様様です。リクエストです。黒猫の単語、ぜひお願いいたします。かすみちゃん、大好きって書いてあります。キャー、さちこちゃん、ありがとうございます。先週も黒猫のジジちゃんの写真送ってくださいましたよね。本当に綺麗な猫ちゃんです。では、一曲挟みたいと思います。皆川治さんで、黒猫のタンゴ。ララ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 。君は可愛い僕の黒猫、赤いリボンがよく似合うよ。だけど時々爪を出して僕の心を悩ませる。黒猫のタンゴ。ステ
こ声をかける、おいしい餌に惹かれちゃって、後で泣いても知らないよ。黒猫の単語単語単語、僕の恋人は黒い猫。黒猫の単語単語単語、猫の目のように気まぐれよ。ララ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 、夜の明かりがみんな消えても、君の瞳は銀の星よ。キラキラ光る黒猫の目、夜はいつも君のものさ。黒猫の単語単語単語、僕の恋人は黒い猫。黒猫の単語単語単語、猫の目のように気まぐれよ。ララララララ。これザ昭和っていう感じですよね。あれ一発撮りなのかな。あのひっくり返ってるよね。くくく黒い猫ってなんかかってなんかひっくり返ってるとこあるんだけど、一発撮りの時代だったのかしらね。一発撮りです。ねえ、そうか。でもすごい昭和だ。では続きはたいと思います。水木のあちゃんからです。のあちゃん、ありがとうございます。かすみさんと同じで静電気防止スプレーですっていうことです。だよね。もうなんか今年特にパチパチくんなんだけど、超痛いんだけど、でチュールのスカートがもうほんと、昨日もチュールのスカートとウール 100% のコート、ロングコートを着たらもうくっついちゃって、ロングコートとチュールのスカートが、でもううっかり静電気防止スプレー持っていくの忘れちゃって、薬局に走って買ってシューってしたんですけどね。ほんと今年はパチパチくん厳しいです。のあちゃん、ありがとうございました。そしてあおちゃんからです。あおちゃん、久しぶりかな。ありがとうございます。僕はネックウォーマーです。仕事には欠かせないっすって書いてあります。そっか、マフラーよりネックウォーマーの方がなんか軽そうで、お仕事される時は良さそうですよね。やっぱこう寒さでマストっていうと、やっぱり着るものになっちゃうのかな。そういう人が多いですね。あおちゃん、ありがとうございました。そして大阪のこんちゃんからです。こんちゃん、こんばんは。いつもありがとうございます。ユースキン花のハンドクリームです。これがないと指先がどえらいことになりますということです。へえ、そうなんだ、こんちゃん。へえ。で、調べました。ユースキン花っていうハンドクリーム、なんかパッケージがとてもお花の柄だったりして、女子が持つようなハンドクリームで、こんちゃんにしては意外だなって思っちゃいました。かすみもじゃあ買ってみます。こんちゃん、ありがとうございました。そしておらしさんからです。おらしさんもほんと毎週ありがとうございます。冬は家でも斑点を着ています。とても暖かいですよ。斑点には思い出があります。以前スキー旅行でペンションに車で行った時のこと。車だったので斑点を着たまま行き、玄関でこんにちはと声をかけたところ、オーナーが出てきて、じゃこれお願いと言ってシーツや布団カバーを渡されました。斑点を着ていたので
お客とは思わず、どうやら地元のクリーニング屋さんに間違われたようです。事情が分かってお互い大笑いしましたっていうことです。そっか、反転ね、ほんとあったかいですよね。うちの父が毎日のように冬は着ていました。でね、おしゃれな反転を着てほしくて、なんかかすみがスヌーピーの柄とかね、ミッキーさんの柄とかね、結構可愛らしい反転をプレゼントした思い出があります。おらしさん、ありがとうございました。ということで、今週のお題、やっぱね、着るものが多かったですね。ほんと、まあ寒い冬、なんとか暖かくして乗り切りましょう。ありがとうございました。では来週のお題です。ここ1週間でへーって思ったこと、何でしょう。先日ですね、ニュースを見ていたら、句読点の丸、あれがね、最近の若者の間では怖いっていうことになってるそうなんですよ。要するに、なんたらかんたら丸って、普通それでお話が終わったんだよっていう印の丸だったんですけれども、なんかその丸って書くと怒ってるっていう風に思っちゃうそうなんです、若者は。だからね、丸書いちゃダメですよ。打っちゃダメ。あれだね、文節が終わらないね。終わらない、終わらないけど、終わらせたら、あ、この人怒ってると思われるらしい。え、じゃあどうやる、何にも書かない、丸とか点とか、 あのね、びっくりマークみたいな。いや、びっくりマークもダメよ、うん、びっくりマークは怒ってるってかすみは思っちゃったりしてた。いや、それは強調したいということなんだけど、なんだろう、びっくりマークと丸は気をつけて使った方がいいっていう時代です今。無難なのは、めんどくせえっつった今。無難なのはですね、私はよく使います、にょろってからーって入れると、にょろ、棒がにょろってしたのが出てくるんだけど、あれをつけとくと、なんか雰囲気も柔らかくなるし、なんとかですあ、です、そうですとか上がるの、ですじゃなくてですっていうイメージ、うん、なんとかねとかね。そのこの人がこんな風に言ってるなっていう風にこう思わせなきゃいけないっていう時代に突入してるんですよ、うん、時代が変わればそうなっちゃうんですね。なので、丸とびっくりマークは気をつけて使ってください。ということで、ここ1週間でへーって思ったこと大募集します。メールアドレスはアイドルかすみ @gmail.com です。すべて小文字で idolkasumi@gmail.com です。お待ちしています。では、寒い日にはこんな曲はいかがでしょうか。ちょっと懐かしいよ、クマムシであったかいんだから。特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから、瞳の奥にある私の大きな野望、ワクのリズムをあなたにあげる、あったかいんだから、いつまでもこのままワクワクさせていってね。キラキラハッピー
口。先あったかいんだから涙が溢れて手のひらに落ちたよ。あったかいんだからいつまでも泣いてちゃワクワク。スケジュールをお知らせさせてください。2月19日月曜日、阿佐ヶ谷スタッカートでかすみプライベートライブがございます。ありがたいことに満席をいただきました。ありがとうございます。そして3月10日日曜日、西荻窪寺で昭和音程のライブに水木のあちゃんと2人でゲスト出演させていただきます。そして3月24日、銀座シグナスで伊達真穂子さんのジャズライブにゲスト出演させていただくことになっております。そして4月9日、目黒にあります東京クラブでかすみプライベートライブ in 目黒、スタートが夜の7時40分。ご予約は東京クラブのホームページからよろしくお願いします。あとかすみのメールアドレス、アイドルかすみ @gmail.com の方へ、4月9日目黒東京クラブ参加みたいに書いてくださって送ってくださればご予約させていただきます。よろしくお願いいたします。ではそろそろお別れの時間となりました。2月のお別れの曲はかすみのオリジナル曲、フォアローゼズの赤いバラです。作詞が柏田道夫先生、作曲がかすみです。今宵も FM 湘南ナパサかすみのミュージックストリームをお聴きくださいましてありがとうございました。
また来週もこの時間にお会いしましょう。引き続き FM 湘南ナパサをお楽しみください。パーソナリティはかすみでした。バイバーイ。話しているのね。7.3